カメレオンはヤンキーを題材とするカセアチ氏による日本の漫画作品。また、これを原作として実写化、アニメ化、ムービーコミック化された映像作品がある。週刊少年マガジンにて、1990年から2000年まで連載。単行本は少年マガジンコミックスで全47巻。サブタイトルはそれぞれ矢沢となっている。 第23回講談社漫画賞少年部門受賞。2020年12月時点で、累計発行部数は3000万部を突破している。2008年17号の週刊少年マガジン本誌にて、真島博の作画によるリメイク作品も掲載された。2011年には、月刊ヤングマガジン市場において、疾風伝説特攻の宅外伝。 アーリーデース連載開始に合わせたトリビュート企画、ぶっ込みの厚志ケン沢に参加し、短編、ぶっかけの矢沢を同年6月号に掲載。十数年ぶりに再登場した矢沢栄作と浅岡光が、疾風伝説特攻のタクの登場人物についてコメントする内容の短編となっている。2013年には、月刊少年マガジンにおいて読み切り短編。 カメレオンセブンヤーサフターを同年12月号に掲載。カメレオンから7年後の時代設定で、翌月から開始の連載作品、黒アげ派へ向けて、橋渡し的なプレストーリーの番外編となっている。カセアツシ漫画家25周年記念作品。と名打って、続編となる黒アげ派の連載が、同年12月6日発売の2014年1月号より、開始された。 関連作品館の時系列は本作ポリコーマンカメレオンセブンイヤーサフタークロアゲハ、本作最終話ラストの順となる2021年4月に中野でカメレオン30周年記念展が開催され5月には30周年を記念したイベントカメレオン30周年記念展 in 松戸が作品の舞台でもある千葉県松戸市で開催された カトゥーンの上田達也が大好きな漫画として本作を挙げている。中学時代に学校中の不良からいじめの標的とされていた矢沢栄作は高校進学を機に不良デビューを果たす。バラ色の高校生活を夢見る矢沢だったが、お調子者の性格や運の悪さが災いし、次々と有名な不良とのいさかいに巻き込まれることになる。しかし矢沢は、 数々の危機を張ったりと悪運と悪知恵で切り抜け、次第に多くの不良たちを引きつけるカリスマへと変貌していく。矢沢の同級生矢沢の下級生教員爆愛し式、極悪、竜太郎期、羅系教練の参加。OZ と系教練の構想の火種を作ろうとした、乱気竜に潰された。白竜系教練の参加。OZ との構想に備えて、検問を張っていたが、 通りかかった松岡に全滅させられた。1996年に山崎邦正主演で特マジャパンコミュニケーションズよりビデオ化された。他1992年から1996年まで全6巻が発売された。カメレオン矢沢登場。カメレオン2地獄の兄弟カメレオン3兄弟人儀のヒットマンカメレオン4空前絶後の対満地獄。 カメレオン号冷凍庫コチンコチン大撃とカメレオン6矢沢 VS 松岡兄弟あかつきの死闘他2011年に BE とぶ内の BE 漫画で漫画に声優陣による音声セリフや SE エフェクト効果を加えたムービーコミックが配信開始ありがとうございます